はい、本日の内容をお願いします。まあ、参議院選挙に向けた第6次公認の、承認ですね、これがメインと、あと参議院の選挙のマニフェスト、それと、もろもろの報告ということですが、一番大きい報告としては、長谷川豊さん、参議院の公認内定者になってましたが、今日付で本部の方に本人から公認を辞退する旨の文書が届きましたので、それを常任役員会の場で報告したということであります。再選については公認はどうなったんですか。それは明日また発表させていただきます。マニフェストについてはどのようなことが中心になるんですか。これはもう浅田政調会長のところにまとめてくれてますが、これまで我々、国政選挙何回も戦ってきてね、これは我々は野党なんで、実現できていないのも多々ありますから、これは、これまでのマニフェストを踏襲していくという中でも、やはりこう、マニフェストの何本かの柱のうち一つとしてはね、やっぱり持続可能な社会を作るということで、社会保障改革は、これは国民の皆さんにも、こう厳しい話も入るかもしれないけど、持続可能な社会保障を作るためにやっぱり年金の、付加方式から積み立て方式、変えていくとか、それからやっぱり現役世代並みの人、そういう皆さん、高齢になっても、個人の所得が高い人にはね、ある一定年金の支給年齢引き上げさせてもらうとか、そういうことも含めて、やはり持続可能な社会づくりというところに軸足を置いたマニフェストにしたいと思ってます。昨日堺市長選で長藤候補が当選したんですけども、受け止めをお願いします。本当に大勢の皆さんの、ご支援のおかげさまで、長渕さんが、当選をさせていただくことができました。しかし、あれだけ竹山前市長への批判が多い中でね、このように僅差で厳しい戦いになったこと、我々これを謙虚に受け止めて、これからもやっぱり精進努力していく必要があるということを再認識させられた戦いだったと思います。党構想については、50-50、賛否もう真っ二つには割れてますが、党構想によって、これ相手陣営もずっと言い続けてたデマなんですけどね、党構想によってコミュニティが崩壊したり、今受けている行政サービスが低下したり、党構想というのはそういう話じゃなくて、まさにこれからの日本を持続可能な形に作り変えていくために役所の役割分担の話ですから、道州制なんていうのはもっと役割分担が大きな枠で分担するという、そういう話ですから、道州制へ移行する前にの一つのステップとして都構想がある、このことが十分堺の皆さんにも伝えきれていないというのは、我々まだまだ活動不足、この反省に立ってね、これから、所属議員すべてが、もっとやっぱり丁寧、もっと大勢の人とこうお会いして直接、訴えていく必要性を改めて感じました。接戦、僅差接戦だった理由はどのような点にあると思いますか。これはやっぱり都構想に対してね、相手のデマが広がったという部分だと思います。都構想の五分五分の賛否を見ていれば、やはり都構想に対しての拒否感というものがあったんではないかな。ただその拒否感の中身は要相手が流布したデマによるものですから、これを解消できなかったというのは、今度我々の力不足と思ってます。
ここで今回、都構想については争点ではないということを選挙区間を通じておっしゃったと思うんですけれども、その点については。こちらは長渕候補は大阪市の今後行く末を見た上でね、いいものであれば議論スタートするということでしたけども、まあ、完全に相手は都構想を一本に絞って我々が隠しているという印象操作をしましたから、やっぱりそういうところで、都構想についてはの是非というのが選挙の大きな争点になったんだと思います。共同通信の方です。知事賞ダブル選と、12補補選と、堺市長選3連勝ということになったんですけれども、その参院選に向けて弾みがついた結果と受け止めてらっしゃるでしょうか。いや、またこれで、新たに我々こう反省点というか、今回の結果を受けて我々のこう行動で我々が、こう有権者に対して、こう説明が不十分な部分、そういうものがまた課題として見つかったと思ってます。議員の活動量ということになるんでしょうか。いや、 やっぱりもっと分かりやすく、丁寧な説明が足りないというところでしょうね。参院選の候補に対して政治家になる人は人としてどうなのかという部分、先ほど愛さんの中でも触れられてましたけれども、参院選の候補は過去の発言や言動を、チェックするということを先日代表おっしゃってましたけれども、その辺も踏まえての第6次公認だということ、それで結構です。ご本人が書かれている理由はですね、インターネット上に拡散された動画により、多くの仲間に迷惑をかけて、維新の会の信用を大きく失墜させたためということになっています。で、今日付の日付ですので、これを受理して、先ほど申し上げたように常任役員会で報告をして了承されたと、そういうことです。参院選の大阪の2人目について伊藤芳香さんの名前が上がっていましたが、そこについては今日決定されたということでよろしいですか。もう有力な候補ですけど、改めてね、やはり彼女の今の環境で十分戦えるかどうか、これははっきり家族も全員がね、もう支えるということは精力的に支えて大丈夫だと言ってますけども、プライベートな環境をもう一度確認したい、こういうことです。ということは今日はまだ正式決定に至ってない。まだ至ってません。すいません、読売新聞ですけど、長谷川双葉さんの関係で第三者委員会に開かれてたと思うんですけど、それについてはどういうことに決まりなくなりますか。先週に第1回目の検証委員会を開きまして、検証委員会と2つの柱から成り立っています。1つ目が長谷川豊さん その発言の中身について、これ専門家の皆さん方に検証していただいてですね、本人も交えた中でそれを総括して指導をしたということで、本人、長谷川さん本人についてもそのことについては改めてその場で謝罪をして撤回をしております。ですから長谷川豊さん本人のレベルの問題はそれで一応終結したというふうに考えていますが、今後党としてですね、人権問題、部落問題に対してどういう対応をしていくか、これは今週また東京の方で第2回の検証委員会が開かれますので、その場で今後の党としての対応を決めていくということになると思います。党としての対応というのは、すみません、イメージとしてはどういう対応になるんでしょうか。一部ご提案いただいていますのは、例えば人権宣言をするとかですね、党の規約の中に人権考慮を作るとか、今後公募した中で、面接をする際にはそういった人権問題についての見識を問うとかですね、
まあ、そういうことがいろいろとご提案いただいているように聞いています。長谷川さんは公認を今回辞退されたということで、党として何か処分をするということではなく、それを公認を取り下げられたので、今回は公認しないということで対応終了。はい、そういうことです。堺市長選の方に戻ってしまうんですけども、長藤さんが当選後の会見で都構想について4年間議論をしないということでおっしゃっているんですが、この点についてはいかがお考えですか。議論をしないことについて、議論できる体制にないということでしょう。だって議会でも、今維新の会第一党でもね、これ関数ないし、堺ではそういう、これまで都構成に対して、公明党さんが大阪市内の特別区については了承されてるんですけど、堺のことまではこれ了承されてないわけだから、そういう、状況じゃなく、今堺の抱えてる問題というのはそれ以外にたくさんありすぎるから、まずそれを、新首相として、解決をして結果出していくと、こういう考えだと思います。議会やその法廷協議会での議論でなくても、その他に議論する場だったりもあると思いますし、市長がその必要性について訴えることは可能だと思うんですけれども、その都構想への理解をその社会で深めていくためにどのように今後どのようにしていくべきだというのか。まず広域の一元化については連携すると言ってますから、それはバーチャル都構想の第一歩になるので、そういうことを実現をさせて、それが堺の皆さんがもう堺が少し変わってきた、元気になってきたねということを実感していただければ、また話が変わってくると思います。大阪府市との連携なんですけど、まずは何から手をつけますか。やれるところからやるでしょう。今長藤市長と話しているのは、これ吉村知事ももう了承済みですけど、例えばもう東京事務所なんてすぐ一つにまとめることができるし、それから観光戦略は、連携することはもうこれ即可能ですから、そういうところからやれるところからスピード感を持って実施したいと思う。都市と推進本部会議にはいつから参加すること、次回から参加してもらいます。その堺が関係するテーマであればね。長藤さん、本日かな、百条委員会の設置を維新の市議団に求めたいという発言もあったんですけども、その点についてはいかがですか。これも市議団、百条委員会を提案したわけだから、間違いなく提案するでしょう。時期的にはいつ頃の開催が望ましいと考えますか。できるだけ早くがいいんじゃないですか。でも議会の日程等々もあるから、あとは市議団 その議会の日程の中でのタイムスケジュールで、開催されるべきものだと思ってます。 NHK の長谷幹事長に伺いました。長谷川さんなんですけども、除名処分など党としての処分というのはまだ今日は言えました。そうですね、とりあえずその第三者委員会による検証委員会ですね、これが決着をしてですね、その上で、どうするかということは、代表と相談したい。あと参院選の大阪選挙区2人目ですけれども、今日は期間決定してないということで、明日各地域政党が集まった、お披露目の場がありますけれども、その場で発表できそうですか。一応今日の役員会では代表一任を取り付けておりますので、あと微妙な調整等が進めばですね、明日発表する運びになるかも分かりません。かも分からない。発表にならない可能性もならない可能性もゼロとは言えません。懸念していることっていうのは何でしょうか。ならないかもしれない理由。それは微妙な調整の部分があるので、そこがうまく調整できなければ公認決定にはならないという可能性もあると思います。いや、もう体調ですよ、彼女もね。それから周りのサポートをどれほどできるかですよ。家族支援、だからその辺もう全く大丈夫ということでこれまで言われてますけど、もう一度確認だけしとこうと思ってます。代表はその今候補と言われている方にお会いにはなられましたか。最近実際に会われましたか。いや、今これは馬場幹事長が会ってくれてます。実
際どうですか、馬場幹事長から見て体調面っていうのはどうですか、実際に。いや僕女性じゃないんで子供産んだこともないんで、その体の中の部分というのがよくわからないんでね、あの見た目はあの健康そうで元気そうですけどね。賛成のマニフェストですけれども、いつぐらいまで発表したいと考えられるんですか。まあ、今あの調整してますんで、まあ少なくてもその公示になるまでに発表するということですが、もう最終段階に来てますので、早ければまあ来週以降発表する可能性が高いと思います。発表するなら大阪で発表されるか東京で発表される。それはあの先ほど浅田政調会長があの場所等についても相談に乗ってくれという話でしたので、これからの協議していくことになると思います。すみません、読売新聞ですけども、あの堺市長選の関連でですね、まあ、現時点で、松井市長吉村市長に、まあ、大阪市内の特別区を、まあ、優先して取り込まれる考えを示されていますけども、うん、まあ、データ大阪のですね、まあ、周辺市を含めた構想についての考え方というのは今のところいかがでしょうか。いや持ってますけど、まずその核になる、大阪市内の、特別区を4区作ることが、これがまずできないと広がりませんから、まず第一段階として、まあこの都構想を進めるにこれまでも何段という何百段という階段登ってきたけど、まあ今、大阪市内に特別区を設置することが、住民の皆さんに聞けるという、そういう、まあ、可能性が上がっ高くなってきたわけだから、今はもうそれもうそれがなければグレーター大阪できませんから、来年これはもう公明党さんと約束できてるわけだから、1年以内に、いや1年をも、目処に、法定協議書を作り上げて、法定協議書が完成後は速やかに住民に聞くと、これもここに集中したいと思ってます。まあ、あの維新が、まあ同州制だったというのは、まあ、憲法改正で作れないと思うんですけど、まあ、現行のその在留地域特別区設置法の中でですね、まあ、できるその、まあ、都市圏というか、まあ、海外とも、まあ、見劣りしないような、まあ、都市の力を高めるというような発言も同州制ではございますけれども、どのくらい の, その規模の都市圏を、まあ、最終的に目標というふうにされていましたでしょうか。うん、だからこれはグレーターロンドンっていうのをね、我々は、一つ、こう参考にもしてきたわけですから、まあ、雰囲気全体を見据える形を作っていきたいと思ってます。こう北はこう富山町のあたりから南はこう三崎町までを一つの都市として捉える、そういうイメージですか。そういうイメージでやってます。だからそれをやることによって都市の、成長力をこれをもう引き上げていくことによってね、今東京は首都圏という形で、人口集中してきてるわけだから、これからやっぱり大阪を、中心に関西、ここにやっぱり、こう人が集まってくるような、人が集まってくるということは企業が集まってくるということですから、そういう、こう大都市圏を作っていきたいと思ってます。でそのまあ、大阪、東京都内でいうと、まあ、多摩地域の人口数200万ぐらいと言われてまして、大阪はまあ880万ぐらいですが、まあ、その880万ぐらいの人口規模のやっぱり都市圏を作りたいということですか。いや、もう大都市圏でいうと僕はやっぱり、2000万、これ大阪雰囲気だけではなくてね、大都市圏というのは2000万ぐらいの都市圏を作っていきたいと思ってますけども、これからやっぱり日本は人口減少する中でね、いかにそのこう、まあ、現役世代が働きやすいのもそうだけども、その現役、こう高齢者の皆さん、それから、子育てがしやすいとか、要は高齢者になっても生活がしやすいとか、まあ、そういうような形をこう作れる大都市圏を作りたいと思っています。ふわしりの取り扱いについては何か議論があったんでしょうか。もう今党のからも辞めてますし、うん、いや起訴されてこれから、また刑が確定したわけじゃない、
これからは個人で判断することじゃないですか。すみません、ちょっと日程の都合上あと一つ簡潔に何か質問があればお願いします。川上長、すみません、では衆院選に関しては、各選挙区支部長などの新たな決定等ですね、議論はありましたか。はい、19支部についてですね、まあ、前任者がもう除名、処分ということになりましたので、次の支部長を選任するということで、前の11選挙区支部の支部長でありました伊藤信久、元衆議院議員を、まあ、選任するということが提案されて、承認されました。今日で、19区は、伊藤さんで決定しました。はい、そういうことです。他の大阪の選挙区で今日議論出た。今日はそれ以外はないです。ありがとうございます。ありがとうございました。